皆さん、こんにちは、こんばんは、くるくるくるです。マリオメーカー、今日も遊んでいきたいと思います。今回は新着コース、最初に遊んでみたいと思います。決戦突破せよ、クッパ軍団総攻撃10秒、ゆうたさん。まだ誰もクリア者はいないようです。遊んでいきましょう。いいねたくさんもらってる方のコースなので、きっと面白いんじゃないでしょうか。これは、どうすればいいんだい。とりあえず最初は、どんどん登っていく。うわ、これ難しくない？とりあえず何も操作しないで行ってみる。何も操作しないで行ったら、ここまで、うわ、来れた。これ、あそこの土管入れるのかな？あ、なんかに当たったぞ。とりあえず上に行くまでは普通にこのまま行くのが良さそう。土管入れたね。よかった、この土管入れなかったら諦めるところだったってスタートって。ゴールじゃないかーい。この土管に入ったらゴールでしょう。残り1秒どこに。でもこれでいける。ここ右から行くのは無理だよね。残り2秒どうだ。今度は間に合うんじゃないのこれ。よっしゃ間に合った。超無理ゲーこれ。すっげえ面白い。ここまでね、ごちゃごちゃしたコース久しぶりにやったよ。超面白いわ、頭にやると。はい、それでは次はいいねランキングからまたまたクッパのコース遊んでいきたいと思います。楓さん、ベストクリアタイム4秒、クリア率 5%。 一瞬でクリアできる割には難易度高いですね。サムネだと7光がいっぱいいたんだけど、この鍵を取って行けばいいでしょ。あ、当たっちゃった。これで扉に入ったらゴールかな。ただね、こっちから行けそうな気もするんだよね。あ、行けないか。さすがに行けないか。さすがにずるすぎたか。まずはトゲを取ったら戻るよ。よし、これはいったんじゃないの。 OK でしょう。でも4秒って早いわ。マリオタイム、次行きましょう。はい、次はイーニランキングをとても難しい覗いてみましょう。演奏に手を出そうとしたものの末路、挫折3回目、VIP なし作品計算。クリア率は 3%、 ベストクリアタイム1分3秒でございます。危ない、今扉入るの遅れたら大変だった。自動ってわけじゃないのか。ここは普通に下行くよ。上、あ、当たった。ちくしょう。どうしよう、適当にどんどん進んできちゃってるんだけど、これはここでやられればあの鍵を取れるパターンだよね。というわけでとりあえず1回やられてみましょう。ここから演奏か。当たるよね。おい、難しくね。え、難しいんだけど。嘘。危ねえ。え、難しいよ。え、ちょっと待った。普通にアクションとして難しいんだけど。
これだ、戻ってこられた。これ何かアイテム入ってるよね、パワーアップアイテムね。したか、よいしょ。そうだよね、そのぐらいないとちょっとやっぱり難しいよね、今のところは。で、結局何の演奏だったのかがわからなかった。誰かわかる方いたら教えてください。さて、今日のラストはこのコース遊んで終わりにしたいと思います。先入観、ブボさんクリア率 6%。 まあ、先入観にとらわれないクリクリクルさんなら一発でクリアできるでしょう。さて、どうすればいいの。叩けないよね。どうすればいいの。この辺になんか孔明さんとかあったりするんじゃないの。壊せないよね、これはね。無理だよね、壊せないよね。畜生めい。まずここにダス乗りするでしょ。ここ当たるよね。あ、ここ凍られるんだ。またダス乗りするでしょ。これ壊せんのかな。壊せるっていう、あ、横から当たればいいのね。そういう先入観だったのかな。ブラウン管テレビ、懐かしいけどね。こういう角が丸くなってるテレビって実は見たことないんですよね、僕の次第でも。先入観、ブボさんのコースありがとうございました。いいねと。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のコースでお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、300人目前なのでぜひよろしくお願いします。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。